太陽系の皆様、本日も、お疲れ様です。おはようございます。今日は令和3年の8月27日ですけど、桃畑の草刈り、常用草刈り機を利用して、草刈りを、今朝も、しているところです。桃畑なんですけどね、桃畑だけど、しばらくね、収穫終わって、放置した畑は結構草が、どんどん伸びてしまって、このね、メヒシバとかそういう名前の草が、とても茂る時期であります。草刈りしてるんですけどね、背丈までは伸びてないんだけど、かなり高くね、竹が伸びてしまうので、常用草刈り機でこう走行すると前が見えなくてとても危険な状況であります。だから速度はねかなり落として、サイドをよく確認しながら、進んでいけば、いいと思いますけど、夏はこんな感じになります。これがねやっぱりこう 地球の力かな、自然界の、ね、力かなと思って、草をね、食べる動物とか今いない、馬の仲間とかね、そういう草を食べるヤギの仲間とかいないので、こういう状況になってしまいますよ。こういったものもとりあえず今の時代は、人の力で、刈り取ってあげたり、そのままにする場所はそのままにすると、これもまた次の世代の肥料になると思います。とりあえずこちらはこんなことをやっているところです。今日も、蒸し暑い、日中になると思いますが、頑張っていきましょう。本日は誠にお疲れ様です。以上です。